ドスコマキ。私の住む愛知県小牧市は住みたい魅力が満載なんだコマ。名古屋から北へ15キロ、愛知県小牧市は東名名神中央道の分岐点。名鉄小牧線は名古屋市営地下鉄に直結。空の玄関県営名古屋空港にも近いんだコマ。小牧市は産業の町。国産初のジェット機 MRJ の部品や H2A ロケットなどに使われるエンジンも作られているコマ。小牧市は歴史の町。小牧山城は金星城郭のルーツとも言われているコマ。小牧市にはレジャー施設がいっぱいあるコマ。小牧市総合公園市民四季の森はたくさんの親子連れでにぎわうスポット。一日中遊べるコマ。尾張広域緑道のフレッシュパークにはユニークな自転車に乗れるコーナーもあるコマ。私も乗ってみたコマ。中部公民館のプラネタリウムも私の好きなスポットコマ。小牧市は教育環境も整っているコマ。すべての小中学校でデジタル教科書が導入されているコマ。小牧市民病院は救急診療やがん診療などの分野で全国トップレベル。ドクターカーも運用しているコマ。平成31年には建物が新しくなるコマよ。そんな小牧に住み始める人も多いんだコマ。小牧子育ての支援の施設がたくさんあって、でも子育てしやすいのがいいなと思います。車をよく使うんですけど、やっぱ高速道路の入り口が近かったりとか、すぐに名古屋の方までバスで行けたりするところがいいですね。小牧には住みたい魅力が満載なんだコマ。だから小牧に住もう。どーす小牧。